夢を実現したいなら目の前の仕事をおろそかにしちゃいけないよな。どんな仕事にだって意味があるんだよ。昔から職業に規制なしって言うだろ。やるべき仕事にどう向き合うかでてめえの生き様が見えるってもんだ。龍河城七菜の埋蔵金第5話ミッションインポッシブル。けどな、この仕事失敗したら地獄の果てまで追い込んでやる。